はい、こんにちは、エゴゼッケンゴです。はい、ということで今日もよろず怪談第3夜、撮りたいと思います。前回の反省を踏まえてこのお題カードすげえ大事だなと思ったんでしっかり切りたいと思います。はい、ではいきますよん。はい、お、また違う人ですね。浅井亮、時刻が01から15分は無事に済む話、16分から30分がひどい目に遭う話、31分から45分影も形もない話、46分から、0分まではお化けを目撃した話ということですね。今何分でしょうか。13分ってことは、無事に済む話、無事に済む話でいきたいと思います。はい、では続いて、怪談カード、ね、いつものごとくがっつり切りたいと思います。あ、落ちた。さて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 、これね、日本撮りの2本目です。とよし、じゃあいきます。1、2、3、4、5、6と、はい、この6枚でいきます。だからね、6枚多いんですよ。ちょっと、お、赤が多いですね。いろんな終わり方ができそうな感じです。はいはい。お、いやバランスいいです。やっぱこういうのじゃないと、前回ちょっと3枚はちょっと短すぎたんで、あ、少なすぎたんでね、難しかったですけど。はい、じゃあちょっと考えてまた行きたいと思います。じゃあ。はい、準備ができました、横絶景です。それでは、よろず怪談第3夜。これは私が小学校2年生ぐらいの時の話なんですけれども、ある不思議な出来事が起こって、結局最終的にはお祓いに行って事なきを得たんですが、そのお祓いに行くまでに至った話を少しさせていただきます。私が住んでいた田舎町はすごく、自然がいっぱいのところだったんですね。よく山の方だったりとか川の方に遊びに行っては、自然とこう自然の中で遊んでいたというようなところです。で、ある時同じようにこう山の方に行くと、金色に輝く球体がふわふわと浮かんでいました。初めて見るその明かり、なんだろうと思って近づいていくと、そこに見たこともない、会ったこともない少年がいたんですね。恐る恐る近づいて声をかけました。どうしたの？声をかけると、その少年はこう言いました。一緒に遊ぼう。当時友達がいなかった私は、もちろんいいですよ、いいよ、大賛成で一緒に遊ぶことにしました。この田舎町は山も自然だし、川も綺麗だし、何でも遊ぶものがあります。で、そのことを相談した結果、川に釣りに行こうという話になりました。私は急いで家に戻って、釣り具ですね、を持って出かけたわけです、その少年のもと。そしてその少年はじっと待っててくれたので、あ、お待たせで、彼の分も釣り竿を渡して、じゃあ釣りをしようなんて言ってこう楽しんでたんです。すると、これがですね、面白いほどたくさん釣れて、すぐにバケツいっぱいになりました。あ、こんなに釣れる日もあるんだ、楽しかったな、楽しいなと思って、そしていろいろ話が進んで、僕はちょっとお手洗いに行きたくなって、ちょっとごめん、トイレに行ってくるね、近くの公衆トイレに入って戻ってきたら、彼がいなくなってるんです。そう、彼が煙のように消え失せてしまった。どこに行ったんだ、あんなに楽しかったね。おーい、どこだ、おーい、大きい声出して探しても全く彼の姿は見当たりません。すると、ちらっと横の方を見ると、
先ほど光っていた球体が別の場所でまた光っていたんです。私はちょっともしかしたら彼がいるのかもしれないと思って走ってその光の方向へ進みました。するとどん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 胸が苦しくなってくるんです。トク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 、もうそしてめまい、息切れ、どん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 体が苦しくなります。でもあそこの光のところに行けば彼に会えるかもしれない。進んでいくとやっぱり彼がいました。なんだよ、なんでどっか行っちゃったんだよ。彼は答えません。そしてまた釣りでもしようよ、戻ろうよ、話していく。で彼も分かった。するとそのまた川の方に戻っていって後ろをパッと振り返るとまた彼がいなくなっている。どこに行ったんだ。でもうその日は仕方がないということで諦めて私も家に帰ることにしました。その日の晩から私も熱が出てしまって体がどんどん苦しくなっていました。彼、あの少年に会ってから体がどん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 辛くなっているような気がしたんです。でもそんなことってあるのかな。で次の日また彼に会いに行きました。すると同じ場所にやはり彼はいたんですね。それでまた釣りをしようよなんて楽しく話していたんですけど、昨日一体なんでいなくなったんだ、であの光は何なんだ、私がいくら尋ねても知らないの一点張りで拉致が開かない。結局肝心なことは分からずじまいでした。そして彼とまた釣りをしてたくさん魚を釣って家に帰るとやっぱり熱が出てどんどん苦しくなる。そして翌日また熱が下がってその山に遊びに行くとまた彼はいる。で君は何者だと聞いても答えてくれない。そんな日が1週間続いてそのあたりから彼が全く姿を見せなくなりました。そして彼の姿が見えなくなったと同時に私の体調も次第に回復していったんです。一体彼はどこの誰だったんでしょうか。未だにそれは分からずじまいです。